上越市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認され、県は今朝から鶏の殺処分を始めています。県は今日、上越市にある養鶏場で死んでいた鶏を遺伝子検査した結果、高病原性鳥インフルエンザを確認したと発表しました。これを受けて午前8時過ぎから養鶏場の鶏およそ10万5000羽の殺処分が行われています。また周辺の2カ所に消毒スポットを設置するなどの防疫措置も取られています。県内ではこの冬、阿賀町と村上市の養鶏場でも高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されています。